うん、なんですよ。なんで突き詰めていくと、ね、突き詰めていくと。はい。で、うん、これ憲法って全部で103条もあるんですけど。そんなにあったでもこれ読んだことある人ってそうそうないと思うんですよね。もう関係者だけじゃない。関係者、ね、関係者だけ。我々も関係者。我々も、まあ、関係者ですよね。はい、法律関係者もそうですね。でも難しいじゃないですか。難しい。ね、でもこれを分かりやすくしようっていう取り組みもいろいろあるんですよね。あ、例えばこの前ほら豆腐サミットの皆さん来ていただきましたけれども、ね、うんうんうん、はい、高見さんこれの司会なさったんですよね。いや、司会じゃなくて、憲法の朗読、朗読ですか、うん、前文と9条、うん、はい、うんうん、これやっぱり憲法に親しんでいただこうっていうような取り組みだったと思うんですけれども、ね、うん、まあ、その他にも憲法を分かりやすく、うんうん、まあ、方言で表現しようとか、おー、なるほどね。ね、いろいろ歌に乗せてやってみようとか、なんかそんな取り組みいろいろあるんですけれども、そのうちの一つ、うん、この前ね、実は田口さんが Facebook に紹介されてたのがありまして、うんうん、日本国憲法を口語訳したものが面白くて分かりやすいというインターネットのサイトがあって、これのね、全文をちょっとね、紹介してみたいと思います。はい。はい、読んでみますのでね。はい、全文、うん、俺らはちゃんとみんなで選んだトップを通じて、うちらとそのガキ、またそのガキたちのためにご近所さんと仲良くして、みんなが好きなことできるようにするよ、また戦争みたいなひどいことを起こさないって決めて、国の基本は国民にあることを恋を大にして言うぜ、それがこの憲法だ。そもそも政治っていうのは、俺ら国民が政治家を信頼して力を与えているものであって、本質的に俺たちのものであるんだ。あれだ、リンカーンの言った民衆のための民衆による政治ってやつ。この考え方は人類がみんな目標にすべき基本であって、この憲法はそれに従うよ。そんで、それに反するような法律とかは認めないぜ。俺らはやっぱ平和がいいと思うし、人間って本質的にはちゃんとうまく生きてやっていけるようにできていると信じているから、同じように平和であってほしいと思う外国を信頼するぜ。その上で俺たちはちゃんと生きていこうと決めたっちゃ。平和を守って、奴隷制度みたいなむごいこととか、偏見とか、差別をなくしていこうとする世界の中でちゃんと活動したいと思うよね。名誉ある地位っていうかさ、かっこいいじゃん。その上で声を大にして言うよ。全世界の人はみんな何にも怯えることなく、飢えることもなく、平和に生きる権利を持っているっていうことだ。この理想は俺たちの国だけじゃなくって、他のあらゆる国にも通用するもので、そのことを守るのはそれぞれの国の義務なんだよ。まあ、こんな風に書かれてる。わかりやすいですね。よくもまあこんだけ砕けた気がこれ、ね、原文もあるんですよ。ちゃんとした原文はちょっと手元にありまして、はい、私手元にちょっと持ってるんですけど、まあ、それを見ながら今聞いてたんですけど、うん、はい、そう言われるとそうかね、こんな風にやってくれるといいんじゃないかなと。そうですよ。だから何条でしたっけ？ 103 条全部こう、はい、それは書き直してあるんですかね。あ、これね、途中まで。あ、途中まで。はい、やってあるんですけど。全部やってほしいです、ね。はい。で、ね、まあ、この憲法なんですけど、いよいよ多分ね、夏の参議院選挙が終わると、うん、改正論議っていうのが出てくると思います。はいはいはい、今一番改正、うん、何を改正するかっていうので、うん、問題になっているのが、うん、96条、うん、憲法の改正手続きについての規定っていうところですね。うんうん、これは参議院、衆議院、それぞれの議員の3分の2以上が賛成して、うんうん、それで、国民投票にかけて、で、国民投票で過半数を賛成を得られたら憲法が変えられるっていうところですけれども、この全議員の、その3分の以上の賛成っていうのはちょっとハードルが高いんじゃないかと、
だから今まで66年間変えてこなかったわけですよね。あ、なるほど、ね、変えることができなかった、できなかったんでしょうね、うん、これを過半数にしたらどうかっていう議論が多分出てくると思います。なるほど、なるほど、うん、でこれは、うん、まあそれに簡単に変えていいのか悪いのかっていうのはね、国によっては定期的に憲法を見直してガンガン変えてる国もあるので、それは何ともそれぞれの皆さんの判断だと思いますけれども、うん、まあでもそういういよいよ憲法改正論議っていうのは出てくるだろうと。で実際改正手続きに関する法律っていうのはもうできてますので、これ2010年に施行されてますので、まあかなり現実味を持ってきたかなと思います。でその中で、うん、いよいよまあその憲法の中身で、うん、一番多分争点になるんだろうなと思うのがこの9条ってやつですよね。よく話題になるのが、そうですね、うんうん、これちょっと高見さん紹介してもらっていいですか、ここに書いてある、ここに書いてあるやつ、はい、これどっちだっけ、日本って読むだっけ、日本って読むあ、どっちでもいいですよ、よかった、日本の国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。はい、どういう意味でしょう。わかりにくいですね。そうなんです、これ訳した分あるんですか。実はあります。あ、はい、先言った方がいい。俺らは筋と話し合いで成り立っている国と国の間の平和な状態がいいと思う。だから国として武器を持って相手を脅かしたり直接殴ったりしないよ、暴力で問題を解決することはもう絶対にしないよ、でこの目標のために軍隊はもう持たないんだよっていうふうに言ってるんですよね。教科書もそっちにした方がいい。多分教科書とかこあの原文で、ね、載ってるんだろうね。そうですね、あんまりねこれ勉強した記憶が本当になくて、社会でやるんですかね。これ社会ですね。そうですね、公民の時間に。公民とかでやる。公民か、ですよね。でこの、ま、憲法9条について、実はいろいろ発言している人の中で、私がすごい大好きな今野清志郎さんっていうミュージシャンの人がいるんですけど、ちなみにこの方明日命日なんですね。5年目なので。そうでしたか。ちょっと追悼の意味を込めて、清志郎さんがこの9条について書いている文章も紹介してみたいと思います。はい、はい、ちょっと抜粋で、紹介しますね。はい、これは、2000年に書かれた文章です。阪神淡路大震災から5年が経って、911の事件のちょっと前ですね、そんな時期に書かれた文章だというのをちょっと頭に置いて、はい、でも今実は東日本大震災が起こって、この時期に結構この文章あちこちで紹介されてる、意味深な、そういうのもちょっと含めて聞いていただければと思います。はい、地震の後には戦争がやってくる。軍隊を持ちたい政治家がテレビででかいことを言い始めてる。国民をバカにして戦争に駆り立てる。自分は安全なところで偉そうにしてるだけ。阪神淡路大震災から5年、あの日俺は大阪の水浸しになった部屋で目が覚めた。テレビをつけると5箇所ほどから火の手が昇っていた。これはすぐに消えるだろうと思ってまた眠った。6時間後に目が覚めると神戸の街は火の海と化していた。この国は何をやってるんだ？復興資金は大手ゼネコンに流れ、神戸の土建屋は自己破産を申請する。これが日本だ。私の国だ。とっくの昔に死んだ有名だった映画スターの兄ですと言って返り咲いた政治家、弟はドラムを叩くシーンで僕はロックンロールじゃありませんと自白している。そのうちリズム&ブルースもロックも禁止されるだろう。政治家はみんな防衛庁が大好きらしい。人を助けるとか世界を平和にするとか言って実は軍隊を動かして世界を征服したい。はまるで共産党員みたいだな。普通にロックをやっていきたいだけなんだけど。そうだよ、売れない音楽をずっとやってきたんだ。何を学ぼうと思ったわけじゃない。好きな音楽をやってるだけだ。それを何かに利用しようなんて思わない。せこいやつらとは違う。
民衆を騙して民衆を利用して一体何になりたいんだ、予算はどうなってるんだ、予算をどう使うかっていうのは一体誰が決めてるんだ、10万円のために人を殺すやつもいれば10兆円とか100兆円とか動かしてるやつもいるんだ、一体この国は何なんだ、俺が生まれて育ったこの国のことだ、君が生まれて育ったこの国のことだよ、どうだろう、この国の憲法第9条はまるでジョン・レノンの考え方みたいじゃない、戦争放棄して世界の平和のために頑張るって言ってるんだぜ、俺たちはジョン・レノンみたいじゃないか、戦争はやめよう、平和に生きよう、そしてみんな平等に暮らそう、きっと幸せになれるよ、というわけで、その清志郎さんが日本語訳にされたバージョンで聞いていただきたいと思います、うん、RC サクセションでイマジン。じゃあどうぞ。まだ30秒ぐらい。あ、天気予報は私あったから。はい、3番。2番。ちょっと閉まりましたね。5月1日水曜日午前11時現在の気象情報をお知らせいたします。現在兵庫県南部に乾燥注意報が出ている市区町村があります。十分にご注意ください。今日のお天気は北の風やや強く曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。兵庫県南部の1ミリ以上の雨の降る確率は今日正午から明日正午までいずれも6時間ごとに 20% でしょう。神戸の今日日中の最高気温は17度、明日の朝の最低気温は9度、日中の最高気温は16度の見込みです。今日午前9時現在神戸では北北西の風4メートル、気温は14度、湿度は 50% でした。以上、気象情報をお知らせいたしました。今日も12時から生放送でお届けしてまいりました街は生き生ききらめきタイム水曜日、いよいよお別れの時間が近づいてまいりました。はい、今日はですね、イマジンという曲に乗ってね、はい、天気情報をお伝えしたんですが、なんか豪華ですよね。こういう曲がやっぱり合うんですかね、うん、天気予報天気予報に合う曲あの
さっきのこの日本国憲法のあのざっくばらんなものを聞いてから、うん、この清志郎さんのですね、うん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 、この文章をこう聞いたらですね、うん、やっぱりこうこの文章のトーンがすごい共通してるなと思う。喋り方ですね。いわゆるこの清志郎のこのしゃあのなんて言うんでしょうね、まるで清志郎がこの日本国憲法を口語訳で話してるような感じを受けました。清志郎が書いたんじゃないんですか。そうではないと思うけど、はい、あのでも、ま、のあのなんていうかな、この清志郎さんのですね、うん、このなんていうかな、この精神というかスピリットみたいなものがもしかしたらこれ書いた人にですね、うん、少し影響を受けて与えていて、それがこういう形になったのかなっていうような気がしないでもないですよね。語り口調がでも分かりやすいんだ、伝わりやすいんだと思うんですよね。ストレートなんですね。うんうんうん、やっぱりこれぐらい分かりやすく、こう親しみやすくしないと皆さんがあの読んでくれないんじゃないかなとは思うんですけど、ね。そうですね、うんうん。日本語の持っているこの、ややこしさとか難しさなんでしょうけども、うん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 、でも簡単に言おうと思ったらもっと簡単にできる。それをあの、うん、実際やっていたのがこの清志郎さんのですね、いろんなこんな発言だと思うんですけども、うん、少しそういった要素がこういうのが、ね、あってもいいのかなという気はしますけど ね、うんうん、そうですね。みんながみんなこれするわけにはいかないけども、まあね、いろいろな事情も、ね、あると思いますので、はい、まああのね、5月3日年に、ね、1回だけ来ますので、うん、ぜひこんな風に皆さんね、簡単に自分自身でこう訳してみるのも面白いんですよ、うん、自分流、そうです ね、うん、ね、そうするとやっぱ意味とかもやっぱ調べたりねすると思うんで、はい、もっと憲法のことが分かってくるんじゃないかなと思います、うん、ね、あの103条あるということなんで1個ずつ何年かかるんだ、一体1条ずつで103年かかるね、ちょっとずつ分かってくると何かもっとね、あの日本のことも分かってくるんじゃないかな、はあ、うん、法律とかってね、やっぱり本当難しいですからね、うん、難しいっすよ。私で、ね、大学で法学部だったんですけども、おそうですか、はい、実はでもね分かりにくいんですよ。で結局私もね、あの試験の時とか、うん、あまりにも分かりにくいんで、はあ、あの自分でこういうふうに置き換えてましたもん。あのどこ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 百貨店で何とかのものを買って、はあはあ、それがあの、いや、あの買い手と売り手の間で揉めたんで、うん、とか言ってこう分かりやすい例に置き換えていくんですよ、ね、そうやってなんとなく理解していくんですけど、なるほど、ね、はい、ぜひね、そういうふうにしてでも、ね、皆さん親しみを持ってちょっと理解してみてはいかがでしょうか。はい、はい、今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。町田駅駅きらめきタイム、今日の担当は高見香織と片岡典子と田中正と、はい、田口康之でした。また来週お耳にかかりましょう。それでは皆さん、さようなら。さようなら。お疲れ様でした。放送は終わりましたが、ユーストは続いています。あ、そうですか。途中あのユーストが途切れまして、ご迷惑をおかけしました。自分で音が入ってるのか。これ入ってます。これ入ってるのか。音が出なくなってしまってね。それでもう自分で謝罪、自分でコメント。結構やっぱり不安定なんだね。あ、ね、やっぱこれスマートフォンの方が実は安定してるみたいですね。パソコンでやるとなんかトラブルが多いですね。へ、何、やっぱり無料サービスは、あ、無料サービスだからだからみたいな。あ、もしかしたらそういうのあるかな。どれだ、集中、やっぱり無料の電波帯というか、そういったものを無料の人たちが奪い合ってるから、あ、結局はそっか、競合を起こしてるっていうのはあるかもしれないですね。そういうことか。有料のやつがもしあるんだとしたら、うん、そっちの方が圧倒的に少ないはずなんで、うん、余裕を持って、うん、それが嫌な人は有料のやつを使ってよっていうことになってるのかもしれないですね。うん、そうですね。これは今日はワイワイのです。あ、これが片岡さんです。はい、カバー、まだユースト続いてる、まだ続いてますよ。あの
やっぱり日本国憲法のネタは硬かったでしょうか。ぜひご感想をやってください。こちらまで、まあ、テーマはね、確かに硬くなってしまうんでしょうがないんですけどね。もともと硬いからさ、これちょっと撮らせてもらっていいですか、はい、写真を。硬いネタを、うん、そのどれだけ砕けてやるかっていうのを、これはね、永遠のテーマですよ。でまあその興味を持つべきだ。なんつうんですかね。まあでもなんていうのかな。これは学者さんがね、その憲法とかを専門に勉強している学者さんが読んだ今日みたいなね、ああいうようなことはこんなの全然間違ってるよって言われちゃうかもしれないんですけども、その姿勢がやっぱ大事ですよ。興味を持つこと。そう、人の注意を引くことで、素直にそれをね、なんていうかな、一部の人のものにしちゃいけないんですよ、こういうのって。そう、なんかね、こう固いネタをいかに身近なものにするかっていうのは、もうすごい。個人的にもすごいテーマなんで、そうですね、なんとかいろいろ挑戦していきたいと思います。はい、みんなそれでね、やっぱり苦労してますから、うん、挑戦するに値することじゃないですか。まあいいですよね、教授さんがやってるから興味を持てた。これ私竹志文になれてたら興味持てた。本当になってたら絶対こう。でもそれでいいかも。お笑い芸人がなんかやってたらきっと私はすごい憲法を頑張って。ありますよね、もそれ。そういうの絶対あると思うんですよ。ほら、前に、しんすけさんがやってた番組で、猿でもわかる何々、なんかやってたね。結構政治のネタとか、経済のネタとかっていうのを深夜にやってた番組で、こう分かりやすくやるっていうのを、あれなかなか面白い挑戦やなと思って。そうですね。では次の課題だね、まあ、地域水曜日は。うん、池上彰さんが今そういうことやってますね。今ね、子供ニュースみたいな。そうそうそう。憲法でなんで改正できないんですかね。簡単に改正できないようにしてやる。多分ね、元がね。元々が。さあ、じゃあちょっと写真は撮りますか。あえて撮りますか。あえて撮りましょうか。それでは、ユースとご覧の皆さんはそろそろでは。また来週。ありがとうございました。